ラサール医師、またデマで批判殺到、立憲民主党福山哲郎のおみしげる同で、先日、立憲民主党の福山哲郎さんが国会において感染症の世界的な専門家であるおみしげるさんを繰り返し同活した問題で、ラサールさんが、芸人のラサールさんがですね、このように福山さんを擁護するため、デマだとデマを流してしまいました。 この福山さんの言動、国会中継を見れば、誰がどう見ても不適切なものであり、立憲民主党の支持者の皆様からも批判が殺到しているという事実もあり、さらに福山哲郎さん自身も問題であると認めて、釈明に追われているという事実もございます。そういった中で、本来ですね、福山さんの支持者であれば、 立憲民主党などおかしな野党の支持者であれば、こういった支持している方が、国会議員が何か問題を引き起こしたら、その問題を正すためにですね、しっかりと批判をするべきなのに、そのようなことを一切せず、ラサールさんはご自身の持つ大きな発信力を悪用して、 このよよううなデマをを垂れ流し、ししし福山さんを擁護とてまずこの福山さんの問題そもそもですね国会が呼んだ参考人に対して失礼な態度をとっている時点でありえませんしまた国会は感情を持ち込まずに冷静に粛々と事実に基づいて議論を行う場でもありますので。 福山さんん。の言言動は、まざなな面から見てもです、ね、あり得ないと言わざるを得ません現在医療関係者の皆様からも多くの国民有権者の皆様からも福山さんに批判が殺到しているという事実がございますのでラサールさんにはこういった福山さんのどう喝問題 福山さんは今回だけではなくて、長年にわたって国会や記者、また立憲民主党の関係者に対し、繰り返し、恫喝を行っていることが確認されておりますので、そのような、恫喝をやめてくださいと、ぜひともラス、ラサール石さんには、指示をしている相手に対してですね、 要請をお願いをしていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。